引く甲斐カメラマガ2019年7月31日お楽しみ様です。一般社団法人甲斐カ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう甲斐カより応援しています。本日の甲斐カメッセージ、感謝業しているのに頭痛と吐き気が、読者 T さんからのご質問です。去年の12月に自分発信で願いを叶える方法を買わせていただき、自分褒めをやっているところです。ところで私は頭痛がひどく吐き気がして 2,3 日寝込むということがここ3年くらい特に頻繁に起きてしまい、生活する上でとても困っています。規則正しい生活と暴飲暴食をしないとか気をつけているのですが、あまり効果がありません。いつなるか分からずとても不安です。本の中で女の子が治ったとのことが書かれていて、どのような心持ちで毎日を過ごしたらよいのでしょうか。お役立ちと感謝をなるべく心がけているつもりなのですが、3年前くらいにすごくひどくなり働けなくなり、そこから自己需要やスピリチュアルなことに取り組んできたのです。頭痛と吐き気はどのような心持ちが良いか教えていただきたいです。以下村松です。ご質問ありがとうございます。吐き気と頭痛で 2,3 日は寝込む、辛い状況が続くとのこと、それはそれは大変ですよね。思うようにやりたいことも進まず、お辛いことと思います。そして、感謝業、自分褒めをされていること、素晴らしいことです。たくさんのことに感謝の振動数をかける。ですが、なかなか頭痛が治らない。T さんとお会いしてみて、様子を見てみないとわかりませんが、本に登場してくる女の子が、どのような状況だったか。ここは彼女のお母さんが相当相当ご努力されたのですね。私が生徒のお母さんへお伝えしたのは、量子レベルで言うと周波数帯を軽やかにしていくことでした。勉強しなければいけない、お利口でなければいけない、そのようなところではなく、お子さんに対して褒める周波数帯へ。だけどお母さんご本人が褒められない状況、潜在意識層で、つまり体の中のほとんどのフォトンが、私は褒められていない、勉強させなければいけないだと、当然出てくるエネルギーは勉強しなければいけないになってしまいます。私がお母さんにお伝えさせてもらったのは、お母さんがそのまたお母さんにしてもらいたかったこと、褒めてもらいたかったこと、やってもらいたかったことをそのままお子さんにしてあげてくださいね。話を聞いてもらいたかったら、あなたが娘さんの話を聞いてあげる。あなたが母親から褒めてもらいたかったら、そのやってもらいたかったことを娘さんへしてあげてくださいね、ということだけでした。お母さんは本当に本当に素直に向き合い行動し、娘さんを褒めるということをやっていました。それっきり偏頭痛の薬は1回飲んだだけでとても良い状態に戻っています。エネルギーが先、現象は後。お母さんにしてもらいたかったこと、こちらは過去のブログですが、説教、自分発信で願いを叶える方法、30ページに載っている、偏頭痛だった子のお母さんと私との2017年の冬の時のやりとりです。前編と後日談です。よかったらお読みくださいね。まず T さんがお母さんにお父さんにしてもらいたかったこと、
本当は褒めてもらいたかった。本当はあの時お母さんからごめんねって言ってもらいたかった。あの時怒られるのではなくて、まず私の話を聞いてもらいたかった。この部分をもう一度思い起こして、T さんがお母さんになったつもりで自分自身に声かけをしてあげてください。何々ちゃん、ごめんね。何々ちゃん、そうだったのね。というふうに、ご自身へじわじわと話を聞いてあげてください。話しかけてあげてください。そして、涙が溢れ始めたとき、エネルギーが軽くなります。このとき、周波数帯が動く。つまり、結果である現象が動いていきます。ぜひ、ご自身へ、自分自身が軽やかになることを伝えてあげることです。おそらく、今までずっと感謝業や自分褒めをやってきたおかげで、軽やかになっているので、エネルギーが動きやすいと思います。ご自身をねぎらう。そこをやってあげてくださいね。頑張っちゃダメですよ。ほぐす方向です。緩める方向です。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。では、皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。